皆さんこんにちは。スキー&スノーボードジム代表の白川孝光です。今回この動画で私の、現在活動しているスキー&スノーボードジムを紹介させていただきたいと思います。今まで一度も私自身こうやってここの施設のことを、動画でというか私自身が喋りながら紹介させていただいたことってなかったんですけれども、まあ、ぜひこの機会にということで、今撮っています。でここの施設なんですけれど、まず豊島園という遊園地の中にあります。ジムなのになんで遊園地の中なんだって思うかもしれないんですけれど、まあ、実は、まあ、ちらーっとこう横を覗いていただくと、子供たちが遊べそうな簡単なスロープがあるんですけれど、スキー&スノーボードジムだけではなくて、まあ、パンダルマンキッズスクールという子供の3歳児から、行えるスキーのレッスンのスクールですね、もう併設しております。まあ、その併設した空間の中にバーッと今この画角の中にもいろんなものが見えてると思うんですけれど、対一般の方ももちろんですし、アスリートの方もいろいろな方々に、いろいろな目的の方々にここでレッスンをさせていただいております。で、まあ、ざっと、この施設の中紹介させていただきますけど、まず、一つにこのちょっと怪しいアナログなゴムとサスペンションのついてベルトがついてっていうようなこのアイテムがあると思うんですけれど、まあ、名前はこうアナログな割にだいぶカタカナ語が多いんですけれど、 3D ターンモーションシステムという名前で、実際の、まあ、ターンをしてる時に感じるあのジーンとか遠心力だ高心力だとかって言ってるような、やつを、まあ、ここでもアナログながらに、まあ、再現していくということで、実際板のどの位置に体が乗ってたら一番エッジが噛むのかとか、どういう位置だったらあずれちゃうのかとかっていうのも実際にここの中で、体感再現していくことができます。ですので、まあ、ポジションを作っていくでしたり、両方向もしくは多方向についていますので、まあ、連続でターンをしていきながらというように動きをつないでいくことも行っていくことができます。まあ、まずこれが一つですね。まあ、あとこういったスラックラインだとかバランスを取ったりだとかいろいろなものが立ち並んでいるわけなんですけれど、まあ、ここはストレングスエリアということで、トレーニングですねをがっつりまあ行っていけるようなものが映ってると思うんですけれど、まあ、一番の目的はもちろんスノーボードを上達していくためのイメージとか感覚をどう作っていくかっていうのがあるんですけれど、まあ、それ以外に体の課題を解決していくためにこういったようなコンテンツもあります。で今度はこちらですね、スロープ、シャドウはまあおよそ10度なんですけれども、まあ、この中でも実際に滑っていくことができます。まあ、ターンしなちゃらっていうのはスキーだと、行われたりするんですけど、スノーボードの場合なかなかそれは難しいんですけれど、その中でも斜面に立ったことでしかわからないことたくさんあります。まあ、そういったものを斜面の中で行っていたりだとか、まあ、ちょっと柱に怪しいのがついたりすると思うんですけれど、ああいったのも使っていきながら斜面で傾いた時実際どんなようなことが起こっているのかなんかも体感していく、解説していくっていう風にしながらイメージを作ってもらいます。あとスタートのトレーニングもできる簡易スタートも作っています。であとはミニランプということで、まあ、滑って実際に入って R でのちょっとした感覚作りというのも行えるようにしています。で、まあ、最後こちらのエリアということで、まあ、ここで来ていただいた方の、まあ、滑走の動画ですねを一緒に、まあ、見ていきながら、まあ、解説をさせていただいたり、もしくはここで、お二人の講習で扱っているような講習の内容を、実際にまずは共通言語とか共通認識、共通イメージを作るために、お話をさせていただいたりしています。まあ、そういったことを行える空間が、まあ、ここの東京スキー&スノーボードジムという施設になります。なかなかやっぱり雪上の上で解決できないことってたくさんあると思います。まあ、そういったことをこの陸上、ここの室内、こういった空間の中で、まあ、ぜひ頭の中からまず変えていく、まあ、そして体っていうようなところの感覚をしっかり作っていく、で実際に斜面へっていうような、まあ、そんなことを主に行っていくのがここのスキー&スノーボードジムでできることです。ぜひ、オフシーズン、これから迎える冬に向けて準備したいなとか、もっとなんか
こうやって考えてとかこうやって言われてやってるんだけどうまくいかないっていうようなことがあったら、まあ、ぜひ一度ここを訪ねていただけたらと思います。以上、スキー&スノーボードジムの支社が高光がお伝えさせていただきました。